初の2年連続 J2 が決まった清水エスパルス。犬井隆が東京ベルディ戦について語っている。明治安田生命 J リーグは2日に J1 昇格プレイオフ決勝が行われ、東京 V と清水が対戦。準決勝でジェフユナイテッド千葉に2対1で勝利したリーグ3位の東京 V と、 モンテディオ山形と引き分けて年間順位のアドバンテージによって勝ち上がった4位清水が激突。前者は2008年以来の昇格、後者は1年での J1 帰り咲きを目指す。試合は清水リードで迎えた後半アディショナルタイム、東京 V に PK の判定が与えられる。この PK を染めの五木が決めてスコアが振り出しに、 試合はそのまま1対1で終了。シーズン3位の東京ベルディが年間順位のアドバンテージによって、2008年以来16年ぶりの J1 復帰を決めている。X ゾーンでのインタビューに応じた犬井は試合を振り返るよう聞かれると、自分たちが J2 のチームだということ。それ以外何もないです。と答え、とにかく、 もうベルディーさんの方が J1 に上がるのにふさわしかったということだと思います。と見解を口に。選手としては、チームとしての課題は今日の決勝だけの問題ではないと考えを明言。これだけ勝負弱いと、ここで勝てばっていう試合がシーズン通して何回もありました。という状況に対して、チームが、それを勝ちきれなかった。 今回も1対0で終われれば上がれましたけど、ああいうところであ,ああいうミスをしてしまうっていうことは、自分たちが J2 のチームだということだと思います。と淡々と語った。開幕前から、選手層やタレントレベルも踏まえた上で昇格の筆頭候補だと予想されていた清水。もちろん、一人一人のクオリティっていうことを考えれば、 J1 のチームにいておかしくないのかもしれない。問いヌイは話したが、でも結局 J2 の中で4位。プレイオフでも結局勝てずなので、と勝負弱さを指摘。記者からそうなってしまった原因について問われるも、わからないです。と明かし、去年からもずっとそうなので。結局勝ちきれないとか、ロスタイムに追いつかれるとか、そういうのが続いてる。 何かを変えなければいけないとは思いますけど、でも、もう今は考えられないです。と失望感を伺わせるコメントを残した。シーズンを通しての個人のパフォーマンスについては、大事な時に何も仕事ができなかったので、申し訳なく思っています。と言及している。